アイテム番号 SCP-455JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-455JP はサイト81の提供異物品収容ロッカー内に厳重な固定を行い、3層の衝撃吸収剤で梱包した状態で収容してください。説明。 SCP-455JP は高さ 4.5cm、 重量 70g の一般的な鶏卵に酷似した物体です。放出する特異性のために十分な検査が行えず、 SCP-455JP を構成している物質成分は不明ですが、 X 線等を用いた内部の調査の結果、通常の鶏卵と同様の特徴を示しました。SCP-455JP の特異性は、衝突や加圧等の破壊行為を含む、あらゆる SCP-455JP が破壊されるはずの結果に対して行った対象のみの不可解な破壊という形で現れます。この破壊は、損壊を加えた対象の表面 0.5mm を残した内部の消失と表面の粉砕といった形で行われ、表面は粉砕した瞬間のみ卵の殻のような特徴を見せますが、即座に対象を構成している物質の細かな断片へと変化します。この効果は板状の物体や口述する出現物よりも小さな物体にも現れますが、この矛盾した結果に対する説明が可能な原理は未だ解明されていません。破壊後の対象からは通常のものと同質量である単体の卵黄と卵白と殻座が出現します。この出現物は検査の結果からいずれも鶏に近い遺伝子配列を示していますが、現在知られている種類の中で該当する種類は確認されておらず、成分調査や D クラス職員に接触させた結果から無害かつ美味であることが判明しています。以下は SCP-455JP を用いた実験記録です。SCP-455JP 実験記録。実験記録455。1. 日付2000年月日。対象 SCP-455JP。 実施方法。 B クラス職員に手のみを用いて SCP-455JP を割るように指示を行う。落下による床の破壊が予想されたため、今実験を含む以降の実験は全て衝撃緩衝材を床に敷き詰めた状態で行われている。結果、B クラス職員の両腕が肩の付け根から 5cm を残して破壊された。分析、予想通りの結果。実験記録455-2、日付2000年月日。対象 SCP-455JP。 実施方法、手袋を着用した B クラス職員に手を用いて SCP-455JP を割るように指示を行う。結果、実験記録455-1と同様の結果。分析、損壊を加えた瞬間に即座に手袋が破壊されたため、結果的には初回の実験と同じ状況になったものと思われる。実験記録455-4、日付2000年月日。対象 SCP-455JP。 実施方法、 B クラス職員を使用して金属バットでの SCP-455JP の殴打。結果、金属バットのみが破壊された。分析、予想通りの結果。B クラス職員の腕が破壊されなかった原因は、直接の衝撃を与えた物体が金属バットであったことだと考えられる。実験記録455-5、日付2000年月日。対象SCP-455JP。 実施方法、 B クラス職員に指示を出して SCP-455JP に軽度の腐食性を持つ薬品を塗布させる。結果、 SCP-455JP に影響は現れなかった。分析、瞬間的な SCP-455JP の破壊につながらない対象に関しては効果が現れないことが判明した。SCP-455JP に腐食の兆候が見られなかったことから、SCP-455JP には傷を負わない何らかの性質が働いているものと考えられる。実験記録455-6、日付2000年月日。対象 SCP-455JP。 実施方法、 SCP-455JP に直接バーナーを使用して熱を加える。結果、SCP-455JP とバーナー自体には影響は現れなかったが、
噴射された炎の消失が確認された。分析、炎が割れたことに対しての学術的な見解は特になし。おそらくは SCP-455JP が損壊する温度に達した瞬間に効果が現れたものだと考えられる。炎の破片は即座に消失したため、出現物以外の痕跡は残されていなかった。実験記録4557、日付2000年月日。対象、SCP-455JP、実施方法、1メートルのコンクリートの立方体の前に立たせた D クラス職員に SCP-455JP の投擲を行うように指示する。結果、立方体の SCP-455JP と接触した部分に幅、深さともに50センチメートルの穴が発生した。分析、SCP-455JP の効果範囲が判明した。実験記録455、3収容違反記録455-1、日付2000年月日。対象、SCP-455JP、実施方法、B クラス職員に SCP-455JP を徐々に力を込めて握りしめていくように指示した。結果、SCP-455JP の地下、M までの貫通、分析、腕を失った D クラス職員が SCP-455JP を踏んだことにより緩衝材と足が破壊され、その後 SCP-455JP に倒れ込み床の破壊と落下のサイクルにつながったことが原因だと考えられる。SCP-455JP は破壊された床材からの出現物が衝撃を干渉する量まで生成されたため、結果的に貫通のサイクルを止めたことによって再収容に成功した。発見経緯。SCP-455JP は20年月日に、県、町で催された、卵投げ祭り、の際に発生した事故の調査中に発見されました。この、卵投げ祭り、は、皆が普段食べている卵に感謝する、といった名目で開催されたものであり、投げ合う卵を確保するために日本全国から鶏卵を集めていたことから SCP-455JP が持ち込まれた経路を特定することは困難です。卵投げ祭り、の事故による死傷者数は調査を行っていた調査官を含めて、何を読んでおり、老朽化した水道管の破裂、車両の過剰積載、屋台のコンロからの引火、集団ヒステリー、等の複数のカバーストーリーを適用して事態の収束を図っています。ここまで被害が膨らんだ原因は、卵投げ祭り、の参加者が一般の参加者や開催に反対していた団体等極めて膨大な人数であったために効果を受けた対象が気づかれにくかったことにあると考えられており、実験記録で確認された結果に見られる性質が複数回偶発的に連鎖して発生したことが原因であると思われます。